はい皆様おはようございますこんにちはこんばんはダンス劇作家の熊谷裕明でございますダンス劇作家の踊るようにしゃべる男、えー、今日のテーマはタイトルは自分の踊りが雑音になって真実が聞こえないっていうね、えー、いささか乱暴なタイトルですけども雑音雑音って言われたらもうへこみますよねでもこれ別にあの外から見て お前の踊り雑音だよっていいうことじゃないんこれ自分にとってっていうことですね。で踊るっていうか動くでも何でもそうなんですけども何かこう吸収したりとか考えようとしたりとかする時にさ、あのー、体を動かすと結局これあれですよね体んうんと脳が命令して 体動いてますからだから脳と時差はあるわけですよ。右手を動かそうって思って今右手僕ピクって動かしましたけど。でっていうことはどこまでいっても一番今なのはナウなのは脳とか思考とかだと僕は思うんだよね。で体は過去だよね。 って,こうかってことを考えると、あのー、じゃあこの踊りはこの動きはあとこれをできるようになるためにはっていう時にこれ練習繰り返すのももちろんいいんですけど体を動かしてることでによって頭の中とかなんかこう心とかそこら辺で起こっている。 割と新しい情報っていうのを、なんか見失うっていうか、聞こえなくしてる時が。あると思うんだよね。で、それも自分でもやっぱりある。だから。トレーニング、まあ、体を動かすトレーニングっていうのは大事だけども、もなんか、それが。一度、なんていうのかな、感じることを。先に。やるような癖をつけた方が。いいなって、僕、なんか。 思うんだよねでこれ人に何か踊るっていうことを伝えててもやっぱそう思うんだけどなんか僕一言ポッて言ってそれなんか反応が早い方がいいと思ってくれてるのかもしれないけど一言ポッて言ってすぐ動き出してさその後僕まだ喋ってんのに全然聞いてない人いるからたまに。 それもいいけどあのその方の人生の時間だから使い方は好きにしていいんだけどただこれ伝えるそしてその伝わったことを、えー、何かやってみるっていうことに関してはもったいないなと今おじさんがしゃべってるでしょうがっていうさそれをもうちょっと聞いてさらにもうちょっと考えてから。 動いたらどうって思うんだけどなんか言って一言でなんかうわーって動いてもう聞いてないでそういう人に限って1時間後に俺に質問してくるよどうですかって俺言ってたよ俺1時間前にってなるからねえまあそれはあのそういう愚痴っぽいことはいいんだけどでもそうなるからでそれは別に踊りだけじゃないと思うけどねだからあのでそれは今動きのこと言ったけどもっと大きく捉えて踊りっていうことをなんか に取り組んでいくときもやっぱりこう考えたり感じたりするのって大事だなと思うんですよね。でこれ僕えー、っと札幌で僕が、えー、いわゆる踊りの先生っていうのをやってた時代がありまして、お十八歳からやってたからね。十八歳のさ、えー、まあ今僕四十一でしょ今年四十二なんですけど十八歳の小僧が教えるったってみんなあのー。 よよくく当時のの生徒の方たたちは受けてくれてれねでもまあそっか先生なんて言ってね僕より先に生まれてる人たちが僕のことを先生なんて呼んでレッスンに来てくれてたと思うとなんかもうありがたいやら申し訳ないやらなね、えー、感じがしますけどまあその札幌で18歳から教えるってことを始めて、えー、どれぐらいやったっけな,なんか20。 でも僕20代前半までしか札幌いないもんなでも20代前半ぐらいの時かな,なんかまあ一人あの生徒の人があのダンススタジオあ僕がその教えてた札幌のマインドっていうダンススタジオマインドっていうところであのいつも生徒を受けてる女の子がその日はなんか見学してたのガラス張りのスタジオだから外のベンチに座ってどうしたのとかって言ってたら まあなんかちょっとだけこう足を怪我してしまってだから今日は受け入れられないけどもまあ見学に来たって、まあ、それはそれでまあいいよね一見熱心だよねそれで,でなんか話を聞いてたらそのクラシックバレエをね元最初はやっていてで、まあ、いろんなダンスをと思ってそこのスタジオに通っていた子なんだけどもでなんかクラシックバレエの先生があの稽古はね、まあ、稽古は毎日やりなさいと。で 毎日稽古をしないとで1日でも稽古を休むと1年前の自分に戻ってしまうとで年あごめんなさいねえー、と例えば3日間稽古を休んだらもう普通の人に戻っちゃうわよって言われたんです。 で私もその通りだと思うから今ちょっと足を怪我してて怖くてただでもやっぱりレッスンだけは見ておこうと思ってみたいなことをその女の子が言ったわけでまあ多分その時の僕と年が同じぐらい近い子だったと思うんだけどって言ってさでその時僕が思ってまあ実際伝えたんだけどあの3日休んだら普通の人に戻っちゃうわよってさ普通の人を舐めてんのかって話だよね。 バレーを続けててる人が偉いいのかいって話ですよなのであのあの感覚とかいあるじゃないだってバレエだってまあダンスだってね踊ってるのを例えば見てくれる人お客さんがさ全員踊ってるっていうのは限らないんだよ。まあただやっぱ踊ってる人がお客さんに多いっていうのがまあなんか問題でもあり、うん、これからなんとかしたいなっていうところでも あるるっってていううのをもも何十年も言ってるからね変わってないんだろうけどまあそれはそれでまた何かの機会に話すとしてでだからその普通のでも普通の感覚って大事じゃないあの舞台上で普通の感覚ってあった方が僕はいいと思うんだよね。何が普通かも分からないけどでもあの生活感を出してくれっていうことじゃないけどなんか。 暮らしているとかその人が生きてていいるっていうことにねなんかこう頭とか心が向いてない人が踊ってるのを見てもなって僕は思うからそういう意味でまあ普通の人はなめんなよって言うっていうこととまあとレッスン見学しに来るのはいいけどもさその例えば彼氏がいるなら彼氏とデートするとかさまあデートなんかしなさっていいけどとかまあなんかちょっと自分でちょっと。 えー、このスタジオで自分が動かないけど見学してる時間っていうのをもういレッスンはいいって言ってちょっとこう街をブラブラ歩くとかさでもそういうだって、あのー、せっかく怪我したんだからさその時にしかできないことをやったらいいよと思ってさもう家とダンスのスタジオしか知らない人がさ踊ったってなって僕はその時からなんか思ってたんだよね。 まあきっと僕自身レッスンを受けるっていうのがすっげえ嫌いだったからだからそんな自分に自分を肯定するための僕の思考だったと思うんだ当時の僕はね。 でそれをなんか悩んでた子がいたからそう伝えてまあなんか面白おかしくなんかその子もなんか笑ってたみたいなことがあるんだけどでも実際あの、まあ、その20代前半の僕がその放った言い方はなんかその普通の人なめんなよっていうのはまあなんかちょっと極端だなとは思うんだけどまあでもそういうさあの踊り踊り踊りって言ってもあの毎日踊るとかさそういうことじゃなくてもさ ああそういうことじゃなくてもいいというかあの毎日気持ち心は踊ってたっていいんだけどなんか踊ってばっかりいると踊るために大事な情報収集みたいなのっていうのがまあどんどんできなくなるなって思うんですよねそう。そういう意味でもこの自分が踊ってるっていうことが雑音になって真実が聞こえない。まあ、実際にあの体を動かしててて踊っっっいいるっていうこともさやっぱりその 自分でやっぱ雑音になるときはあるんですよ。これはまあの物理的にね動いている時の自分の体の動きがだから何でもそうだよね。あの立ち止まってみなさいっていう言葉がありますからね。だから一回君ちょっとそのもうまたかったまバタバタ踊らなくていいから一回ちょっと静かにしてみな。静かにして考えてみな。はいはい静かに考えてみます。いやもうその今そのはいはいのその合図がもううるさいもんもう分かったから静かにしてみな。 そういうことをねちょっと一度試してもらえるとあのなかなか,かん今まで考え考えれなかったことが考えられるんじゃなくて実は自分の頭とか何か心が考えていたことに うん、体も全部使ってて回集中してみよようっていううと話なんだと思うんだ思ですよねちょっとそれがあのできたらまた面白いかなと思ってそれあの家でもそれこそステイホームしててもできる踊りのトレーニングですからねあのちょっとそんなことをやってみたらななんて、えー、思ったっていう今日一日でした一、えー、日じゃない僕は今一日始まったばかりですけどもね、えー、ですね、えー、ということで、えー、皆さんまた さあ続きまして「踊るサブスクマガジン熊野つべこべ」の CM でございますよ。誰もいないグラウンドで子供たちの声が響くピッチャー熊谷第9球振りかぶって投げたーということでございまして今月も始まりました「踊るサブスクマガジン熊野つべこべ」。 2月のラインナップをご紹介いたしましょうまずは話したがりの熊谷ラジオでございますね。毎週月曜日朝10時配信。スルスルエッセー踊って暮らす。今月は15日と27日配信。月間読み聞かせ熊谷はバレンタインデーに気が付いたホワイトデー。踊るロードショーはよしあし。何が起こるんでございましょうか。先月から始まりました新しいコンテンツ、踊るレシピ食べれや踊れや。えー、私が料理をしている様子をナレーション付きでお送りしておりますよ。久々に登場場ししました現場の 熊谷さんでは新作ささやかに泣く」の脚本に入る前の段階のノートを公開しながらいろいろお話ししようかななんて思っておりますよ。皆様1月のスタートダッシュに疲れた2月に疲れた、えー、そんな方もいると思いますそんな時は一休みいいじゃないですか進まなくてもということでございましてえ今月もゆるりゆるりと自分を甘やかしながらえ幸せに暮らしていこうじゃございませんか踊るサブスクマガジン「くものつべこべ」月額1050円でございます。 Yeah.